皆さんこんにちは。俺らがジョーカーズだ。そうだぞ。そうだ。あ、大海です。たくみです。チャキンです。ゆうたです。はい、今日はですね、はい、一個前の動画に引き続いて駄菓子シリーズをまあやっていこうと思って、もう一個ね、俺が駄菓子屋で用意したのがあったんだけど、前の動画見ていただいたら分かるように、いくら当たるっていうのがもう分かっちゃってるから、はい、だからまあ今回は逆に4人でバトル、全員が敵として、まあ誰が一番何円当てれるかっていうの、金額、枚数じゃなくて、ああどうしようかな、枚数の方がいいかな、枚数、当たりの枚数、うん、当たりの枚数にしようか、金額は。やっぱりね、そういう運っていうのはやっぱ俺結構強いから、まあ、自分で言っちゃうのかな、なんだけどね。まあ前回もちょっとこの人なんで、もう今ないよ。逆に俺結構運使い、あ、ちゃ、果たしちゃった。あ、もうダメだ。もうダメだ。やっていこう。そう、やっていこう。ちょっとね、どんな組、どんな組、これね、多分ね、みんな、うわ、難しい。そうそう、この、開けづらいやつ。これ、この、ここ、そう。なんでみんなでやるんだよ。仲良しかよ、お前ら。これこれこれ、この、あ、すごいすごいすごい。ラムネがあったじゃん。これです。これ何個入ってんの？これも100個入ってて、当たりがね、5、4、1で10、12個入ってんだ。少な。よし、じゃあよし、やっていきましょう。やっていくぜ。まずは1個目かね。お、ごめん、一度外れ、残念。外れ、残念。これ、取り捨て、こんな感じね。こんな感じ、ちょっとつく感じね。破片が残る。これ、ね、俺ら世代はわかるよね、これね。どんどん食べていこう。はい、10円当たり。お、マジで。お、やばい。来た。うわ、外れ。俺、序盤に強いんだ。早送り10円。あ、10円当たった。うん、おお、危ない危ない危ない。早送りするとこだった。はい、早送り。お、当たり100円。きた。また？100円だよ。だよ、そう、見づらいけど、やめようかな。やばい、やっぱ運は俺の味方をするんだよ。なんで、なんでだよ。今回は枚数ですか。枚数か。まだね、まだ引き分けになったら金額でしょ。残りだってもしかしたらガンって3つ掴んだら、それ全部当たりかもしれないからね。何言ってんだろう。待って、ティッシュついてる。スベスベになっちゃった。見てほら、スベスベになっちゃった。スベスベになっちゃった。だめだ。指紋が、指紋が。よくわかんないよ、お前。見てほら、スベスベになっちゃった。ちょっとわけわかんねえ。こんなさ、苦労して開けてんのに、外れ残念、外れ残念だね。歯立ってくれよ。もうね、おこぷんだよ。おこっぷんってなんだよ。おこっぷんってなんだよ。おこっぷんの略だよな。そういうこと。外れば。腹立つな、マジで。こんなさ、しょうもねえグミ。ふざけんなよ、誰だよ、企画立てるやつ。あと1枚。あー、きたー。マジかよ。きたー。あれ、あと1個じゃん。あと1枚ってこと。いや、違う、もう、あ、終わっちゃった。4枚、3枚、3枚、2枚だから12枚当たりがあるのよ。だから終わり、終了。うわー、イエーイ。ね、今回ははい、ゆうたくんの優勝で、イエーイ。で、当たり券はどっかの動画で配ります、誰かに。これはね、子供にあげに行こうかなと思って、どっか公園とかにでも行ってね。ということでね、次回もお菓子とかもね、やっていけたらと思うんで、以上で、ジョーカーズの匠と、ゆうたと、ももふみと、ジャギンでした。ありがとうございます。